はい、こんにちは、ジャムです。今回は幸運の皆様やっていこうと思います。ということで行ってみましょう。行け。さて、何で行こうか。お、石炭が初手できたらちょっと石炭の実績解除狙いたいな。石炭2個を返していくやつだが、ここは一応賞金稼ぎか幼児を取りたいが、幼児の方にしましょうか。で、この辺でね、石炭もう一個拾えないと、石炭のね、実績解除ができないんだけど、お、連続で来るね。ただね、これを取ると、支払いが怖いんだよね。石炭自体はコイン出さないんでね。さあ、これで、あと20スピンで、石炭がダイヤになるわけなんだけど、4回目の支払いまでに、2個の、お、バブル壊してくれた。オッケーオッケー。一気にコイン増えましたね。序盤のしのぎがちょっと楽になった。5スピン後に50。虚空のフルーツ、フーリガン、ダイヤか。まあ、フーリガンと虚空のフルーツどっちかって感じだけど、まあ、虚空のフルーツで行ってみよっか。雨雲、レッドペッパー、クマのマックスウェル。雨雲の方にしましょうか。いけ。さあ。あとは、ちょっと、フーリガン。骨壺を一応取りましょうか、でも。はい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 。で、虚空のフルーツすぐ潰れる。幼児仮面、骨壺か。まあ、骨壺を続けて取りましょうか。フーリガンか、墓荒らし待ちですね。賞金稼ぎ、ギャンブラー、カタツムリ。まあ、これは賞金稼ぎの方にしておきましょう。さあ、あと1スピンで50、ギリギリだな。甲府猫ギャンブラー。まあ、鉱石壊せるように甲府取りましょうか。さあ、なんとか50は払える。これ石炭ね、うまくいったとしても、支払いが怖いね。6スピン後に100なんだけど、5しかない。あ、フーリガン来た。アイテムカプセルもめちゃめちゃ欲しいんだけど、壺割らないとね、やっていけないので、フーリガン取りましょう。蹄鉄罰金箱フライパンか。まあ、蹄鉄ですかね。オッケー。これでなんとか、フーリガンが壺さえ割ってくれればしのげるかもって感じ。ここも悩ましいな。ゴーレムはね、100の支払いに間に合わないから、ちょっと今回取るのは不適かなということで、金魚の方にしますか。オッケー。とりあえず壺1個割る。ワイン、バナナ、ネズミか。まあ、ワインの方取りましょうか。ドワーフゲットできれば飲ませられるんだけどねと。少しでもコインを稼ぐためにバフカプセルでいいのかな。どうだろう。スピリットとか、壺割った時のフーリガンとかに当たってくれるとベスト。さあ、ちょっと当たりどころ悪いね。バフカプセル。1コインしか増やさなかった。まあ、ただ100の支払いはなんとかできそう。パール、バナナ、金魚か。まあ、金魚増やすか。最悪水槽にね、後で回収できるからね。オッケー。で、スピリットが消えていく。忍者キャンディーパール。まあ、これは忍者ピン、取っておきましょうかね。まあ、ネズミ回収してもよかったな。だったら、その前の時。で、ここで100支払って、6スピン後に150。6スピン後に150。退屈カプセル、ワイン、忍者。ちょっと待って。6スピン後に、あ、間に合わないのか、これでも。石炭のミッション。石炭短縮できるアイテムが引けないとアウトなのか。いや、厳しいな、あれ、本当に。まあ、ワイン取りましょう。そしてタイムマシンも出ず。だから、ここでタイムマシンとかを引き当てたら、もしかしたら石炭の実績解除ができたかもしれないけど、残念ながら間に合わなかったよっていうとこですね。ウサギとカメ、グリーンペッパー、ネコピ、まあ、ネコピ取るか。さあ、さあ、さあ、さあ。ミヌク、イカサマカプセル、石炭。まあまあまあ、ちょっと実績解除はできなかったけど、こうなったらダイヤ作っていくか。いや、それとも冷静にミルク取って猫に飲ませておかないと150が不安か。どっちだろうね。まあ、ミルク取りましょうか。オッケー、すぐ飲む。種、石炭、カタツムリ。なんかここに来て石炭が連続で来る。いや、むしろ石炭を短縮するようなね、アイテムカプセル拾ってタイムマシン出るとか、そういうのが欲しいんだけどな、というとこですね。まあ、ちょっとこれはスキップしようか。ほい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 。
ごめんダイスチーズネズミ。まあ、忍者とネズミ引いた時のためにネズミとか思うけど、まあ、ごめんダイス拾えてたらごめんダイス取るか。で、ちょっとなんか消しましょう。チェリーかな？チェリーの方消す。オッケー。さてさて、お、ダイスの目がいいね。泥棒犬卵。まあ、一応泥棒取りましょう。はいはいはい。1個目の、石炭がダイヤになる。で、あと3ターンなんだよね。で、150の支払いは1スピン後ということで、まあ、やっぱ間に合わなかったか、というところか。まあ、一応ごめんダイス取る。でもそうすると、シンボル溢れちゃって、石炭がダイヤになるのが余計遅くなるから、ここ一旦スキップしましょう。はい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 。泥棒処理した。で、150払って、7スピン後225ですね。猫ピカ。まあ、スキップで20コインの方が、まあ、楽に延命はできるかなというところはあるけど、まあ、ピンクペッパー取るか。で、ウサギが来るのは割と嬉しい。ブラックペッパー割れた鏡卵の容器か。まあ、ブラックペッパー取るか。オッケー。さあ、光る小石、巨大な鉱石、ウサギの毛。まあ、巨大な鉱石を甲府に割らせよっか。で、二つ目のダイヤ出る。狼チーズゴーレム。まあ、こっからは、じゃあちょっと、鉱石を甲府に割ってもらう感じで行きましょう、ゴーレム取って。はい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 。犬金魚ガチョウ。まあ、ここもちょっと溢れてるからスキップかな。ほいほいほい。最終戦カプセル、電球8か。まあ、電球でダイヤを光らせる動きをしたいね。パールの方が光ってしまう。ちょっとこれは空振り。ネズミチェリードワーフ。まあ、ワインドワーフに飲ませよう。オッケー。一発で飲む。鉱石割る。はい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 。鉱石割った中身は虚空のストーンとパールで、パールの方を電球が光らせたよと。カニ石鹸虚空のクリーチャー。まあ、虚空のクリーチャーを押しつぶしておこうか。ほい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 。で、225払う。7スピン後に300ですね。うさぎの毛巨大な壺。まあ、フーリガンに巨大な壺を割らせましょう。で、トランプはやってないからフラッシュで飛ばしちゃって OK だね。さあ、あとは鉱石を甲府に回収させていく。で、ドワーフに、ワインを飲ませていくみたいな動きができればいいかなと。ここはスキップ。OK。ドワーフがワイン飲む。ミダス、富のカプセル枯渇のまじない、富のカプセル取りましょう。オッケー、フーリガンが、瓶を割りましたね。で、電球が消えてスピリット2個、盤面に出た。巨大な鉱石追加しましょう。で、甲府にガンガン割ってほしい。光る小石出る。まあ、これでね、レアリティ上がるから、忍者2体目はちょっと嫌なんだよな。下がっちゃうからね。まあ、小石足しましょうか。どうせなら。はい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 。学者が欲しいね、そうなると。退屈のまじないガチョウサルか。まあ、ここはスキップ。お、一気に3つ割る。はいはいはい。で、中身で虚空のストーン、サファイア、サファイアパールと。貯蔵のまじない石炭チェリーか。まあこれ実績解除失敗はしたけど、こっからはちょっと鉱石多くなりそうだから、ダイヤも増やすのはありかもしれん。まあ、ただ20ターンちょっと、また待たなきゃいけないんだけどね。300払って、8スピン後375。ここはサングラスエッセンス取っておきますか。オムレツクマ破壊のまじないか。まあこれはスキップでいい。一応豚チョ取る。で、そうだね。除去アイテムはちょっと貯めましょうか。サングラス発動のために。で、スピリットが、成仏する。怒りカタツムリバブル。まあ、これはスキップだな。まあ、金魚いるから、金魚と幼児いるからバブル取ってもいいっちゃいいけど、これもスキップで悪くないが、フラッシュがあるから、ハートを取ってコインに変えていきましょう。まあ、フラッシュあるとね、トランプに関しては、盤面に出さずにコインに変えられるのはいいなというとこですね。猿卵石鹸。まあ、これもスキップ。ほい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 。電球は取りましょう。ダイヤが光ればベスト。ダイヤ以外でも、まあ割と鉱石が多いので、活躍の場はあるかなと。石炭さらに足すか。
まあ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 。ダイヤが増えればね、かなり活躍してくれるからね。で、375払って、8スピン後450。金の卵最抽選カプセルピニャータ。まあ、これはちょっとスキップでいいかな。マネッコ来た。あ、サビタギアも強いんだよな。サビタギア、ザロフの契約書。あ、なんか全部強い。全部強いけど、今回まだ猫消してないし、猫ピも取ってあるので、マネッコ取ってみましょうか。まあ、光る小石、サビタギアとかもね、強いと思うんだけどね。で、ダイヤが、さらに増えれば、まあ、これはクラブ取る。ダイヤがさらに増えたらサビタギアでね、連結して、ダイヤのコイン倍になるから。雨も、雨雲取ってはいるんだけど、まあ、序盤で雨雲取ったけど、全然花鉢とかそっち系に行ってないので、まあ、ここのフルーツでいいかなというとこですね。フーリガンオムレツビール。まあ、ビールドワーフに飲ませに行くか。一応ね。ほいほいほい。ダイヤエッセンスカプセルゴーレム。ダイヤとエッセンスカプセル迷うけど、まあ、エッセンスカプセル取ろう。まあ、多少余裕があると思う。で、ドワーフがワインを飲む。プレゼントフーリガン電球。まあ、これは電球取りましょう。で、電球が、おー、4つ光らせた。これはいいね。はい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 。ほとんどバフカプセルみたいになってる。これはスキップ。はい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 。また電球4つ光らせて消えていく。まあ、5回までなんだけど、同じ時に隣接すればね、ああやって全部効果発動してくれるからね。電球5回どころか8回発動した形か、44で。で、450払って、9スピン後に600。まあ、望遠鏡エッセンスは強いね。取りましょう。あー、水槽で金魚吹っ飛ばそう。で、忍者クラゲルビーか。ちょっとこれ引き直してみようか。蜂の巣うさぎの毛金庫。いや、微妙だった。もう一回引き直してみる？あ、鳩か。ん？ちょっと迷うな。久しぶりに鳩久しぶりに鳩飼ってみるのも、面白いか？そうでもないか？どうだろう。まあ、でも破壊できるシンボルがないな。鳩ではない気がする。もう一回引き直してみよう。凍った化石じゃない幸運のカプセル取らざるを得んか。お、金床は嬉しいか？金床取りましょう。ほい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 。まあ、金魚はね、全部水槽のエッセンスで吸収されたよと。で、破壊石ドワーフ入らんだ。まあ、これ破壊石ですね。フーリガンがいるので壊してもらいましょう。あ、しまった。望遠鏡を温存するべきだったのに。うっかり他のことしてて忘れてましたね。一旦無効にしとこう。これが大屋戦とかで生きるかもしれない。賞金稼ぎダイヤ亀。まあ、ダイヤをフラッシュで飛ばしていく。ほいほいほい。フクロウフーリガン金魚。まあ、金魚を、水槽のエッセンスでコインに変えていきましょう。ダイスの目がちょっと悪いね。学者、考古学者欲しいな。光る小石もちょっと破壊していきたい、そろそろ。牛虚空のストーン。牛ではないね。虚空のストーンなら、まあ悪くはないか。圧縮して潰れてもらおう。バナナのか電球交付。まあ電球取りましょう。鉱石が多いので、キラキラ光らせていく。まあ、ダイヤ光らせんのが一番なんだけどね。ハートをフラッシュで飛ばす。ほい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 。で、ダイヤ新しいのできましたね。オッケーオッケーオッケー。しまった。順調に見えて、意外とコインが足りない。466の600。足りる？あー、足りない豚チョの中身割っても足りなかったってことは、望遠鏡を温存してる場合じゃなかったね。使わないとダメだった。あるいは、サングラスエッセンスのために除去アイテムを使わずにいたんだけど、除去アイテムでね、ちょっと今回は使ってない花とか、まあ、あるいはね、ちょっと無駄に増えちゃってるパールとか、この辺は消した方が良かったかもな、とか、そんなとこですね。まあ、ダイヤ3個できてたし、まあ、猫猫でね、猫はワイルドカードになってるので、これは意外とね、続けられる感じかなと思ったんだけど、そんなことなかったね。なるほどなぁ。いや、マジでね、ちょっと、石炭のミッションが、石炭の実績解除ちょっと難しいなぁ。
どれだっけ、石炭のやつ、これか。4回目の家賃の支払いまで石炭2個がダイヤモンドに変化するタイムマシンのエッセンスの効果を利用しないことってやつで、まあ今回ね、割と早いタイミングで1個目は取れて1個目は間に合ってたと思うんだけど、2個目がやっぱりね、連続で石炭って取れないと間に合わない感じなのかな。まあタイムマシンね、エッセンスじゃなくてアイテムのタイムマシン拾えればもうちょっと猶予あるんだけど、まあでも石炭2つとタイムマシンアイテムのやつ、タイムマシンアイテムのやつはアンコモンだからね、その3つをね、偶然に早い段階で拾えるかっていうと、このミッションなんか一番難しい気がする、実績解除。一応今んとこね、実績186分の152ということなので、まああと34個あるのか、なかなか厳しいね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。